東大病院検査部感染制御部臨床病態検査学の山本です。よろしくお願いいたします。では、私からはですね。あの本研究の中でですね。えっとま大きくあの2つの広報とですね。あの参加者の方々を対象に研究を進めているところなんですけども。あの1つが地域住民。 そしてまあもう一つが医療従事者兄弟病院職員ということになります。で私はです、ね、こちらの医療従事者兄弟職員の,あのご報道におけるあの研究成果を報告させていただきます。でまあ、本研究ですけどもあの先ほどですね、湊総長があのおっしゃっていただいた通りですね、あのコロナが パンデミックが始まりまして、それ以降ですね、まあ、こういった COVID の相手にコロナ対策のまあ検討をしっかりしていくことによって、まあ、それもですねあの分離融合ということで、まあ、いろいろな経済的な側面だとか、まあ、医学、科学の側面、両方合わせてですね詳しく解析していくことで、まあ、あのコロナの対策に重要な あの見解を得るということと、まあ、それに加えまして、まあ、今後生じる新興、ね・進行最高感染症の感染拡大の推定とか、まあ、そういったところの対策を講じていけるような研究にしようということで、あの始まったというふうにあの理解しております。で、イエティの,の矢野先生、およびゲノムセンターの松田先生をはじめですね、さまざ、あ、まな関係者の方々に協力を得ながら、研究を進めているということになりますので、非常にあの感謝しております。 でですね、あのこのこのうだ病院の職員のコフォートの研究なんですけれども、方法としましては、おおむねあのどちらのコフォートに関しましても、同じ方向性で進んでおります。まあ、詳細なアンケート調査とまあ抗体検査、それもです、ね、パスツール研究所の開発した非常に高精度の,あの検査のできる経緯を用いて、抗体検査を行っていくと。 それをですね複数回実施していくことで、その推移であったり、そういった中で、どういった事柄が重要,とし重要な感染対策として、重要な事柄かということを抽出していくということを行っております。 でまあ、早速うだ病院の広報との研究にの説明に入っていきますけれども、き、ま、ょ、あ、病院職員ですね、参加者614名にあの参加を募りまして、まあ、その内訳がですね、まあ、年齢は43歳が平均になっておりまして、 女性の方がやや,やや多くて64.3%となっています。で、まあ、京大病院ということで、まあ、そのもちろんその医療従事者ということになるんですけども、さまざ、あ、まな職業の方にご参加いただいておりまして、まあ、医師、看護師が、まあ、あの多いのはもちろんなんですけども、その他、医療関連職ということで、まあ、あのこれはですねあの、京大病院の清掃を行っていただいている方々とかですね、まあその 守衛さんだとか、そういった兄弟病院で働いておられるあらゆる職種の方がですね、参加していただいているということになっております。でまああの 医師や、あの医師、歯科医師が多いですし、まあ、看護師が多いというところなんですけども事務の方にも多数ご参加いただきまして薬剤師さんそういった形で、まあ、あの順番にな連なっていきます。でも最終的にアンケートをご回答いただくのが503名ということで、まあ、こういった形のデータが得られているというところと、まあ、その このコホートの特徴としまして、年齢が43歳ぐらいということあの平均43歳ぐらいということになるんですけども、まあ、そういった影響もあってかです、ね、あの基礎疾患が比較的少ないコホートというふうに見受けられます。でまあ、高血症、高血圧がいい割ぐらいとということで、まあその 日本国の全般見渡しましても、やはり、まあ、あの少ない割合ということで、まあ、比較的健康な方々が多く参加しているという、ご報道になるということで、ご認識いただければいいかなというふうに思います。でまあ、あのアンケート調査と、です、ね、あとまあ抗体検査をまあ詳細に行っていくということで、まあ、あの当教室ですね、まあ、いろいろまあ抗体検査、コロナのパンデミックが始まって以降ですね、あの 実施できるようになってきているんですけども、まあ、今回ですね、あのパスツールの系、ちょっと後で説明しますけども、パスツールの系での抗体検査に加えて、まあ、ちょっとその対象といいますか、今までに評価を加えてきた検査系を合わせてあの評価していこうということで、まあ、こちらの YHLO 社の iFlash3000 という、まあ、この機械になるんですけども、まあ、こちらのですね IgG 抗体と S 抗体、まあ、そういったものを合わせて見ながらですね、まあちょっと そのあのパスツールの系と比較をしていっている比較をしておりますでパスツールの計がですねこのルミネックスマグピックスというまあ機械を用いて測定する計になるんですけども、まあ、あのいろいろなあのタンパクをですあのタンパクのほうタンパクに対する抗体をですね一度に検査できる計になりますであの新型コロナウイルス SARS-COV2 に関しましてもあの膜タンパクヌクレオカプシドタンパク を始めとしましてまあ、S2 スパイクタンパクですね、もう3種類、あのレセプターバインディングドメインの部分と,スと,と、まあス、スパイクタンパクの全体のところと、スパイクタンパクの S2 の部分、まあ、そういった形でですね、3種類のスパイクタンパクの,あの抗体を調べることができるということになっております。ですで新型コロナウイルスだけで5種類の抗体を調べる、一度に調べることができて、まあ、それに加えて、ですねあの、今回ちょっとあまりあの 触れませんけども季節性感冒コロナの4種類のスパイクタンパクに関しても、まあ、同時に検出できるということで、まあ、この9種類です、ね、を一度にあの検査できる系で検査を行っております。でまあ、あのそれぞれ IgG、ね、i Ig g IgM Ig いろいろなあのクラスがありますのであの抗体の まあこれの9種類をそれぞれについて調べることができるということになります。でまあ、先の,あの研究を進めていく中で,で、ね、IgG と IgA があの比較的です、ね、あの検査精度が高いということが分かってまいりましたのであの長浜のコホートもそうなんですけども今回ルミネックスで調べているのはあのこの9つのタンパクに対する抗体の IgG と IgA ということになります。 でここでも少しあの補足的に説明させていただきたいのがです、ね、この5つの,あのタンパクに対する抗体を調べることができるんですけれども、SARS-COV2 の部位、ね、に応じて、まあ、この膜タンパクエンベロープですね e、E タンパクとか言ってますけども、E とヌクリオカプシドタンパク N に関しましては、えっ、ーまあ、あの 主に使われているワクチンがメッセンジャー RNA ワクチンになるということで、まあ、このメッセンジャー RNA ワクチンがですね、こちらのスパイクタンパクを対象に抗体を産生することを目的に作られているということで、まあ、あのワクチン接種者はですね、基本的にもこの膜タンパクとヌクレオカフィシドクタンパクに対する抗体はできていないという前提になります。そこでまあこでのタンパクが、あの 体内でできてくるというのは、要するにです、ね、あの実際に SARS-COV2 に感染,をしたじょ感染した状態で、まあ、その生体の反応として抗体が産生されたときにできてくるということになります。ですので、この膜タンパク、ヌクレオカプシドタンパクは感染によってあの作られてくる抗体で、まあ、こちらのスパイクタンパクに関してはです、ね、あのワクチンでも作られて、感染でも作られるということで、まあ、そういった違いがある、大きく2つに分けられるということになります。 まあ、の既存の系とア、ねまあ、ルミネックスの特徴をまあ少し説明させていただきたいんですけれども、まあ、既存の検査系、まあ、自動検査の機器になりますけれども、まあ、これらきょ病院で使える機械が3種類あるんですけども、まあ、いずれもです、ね、基本的にはあの1項目を調べる機械になります、まあ、それがあのあの自動で,です、ね、ある程度そのスループット高く検査できるので全体的にあの検査できる。 あの数としては多くなるんですけども、まあ、基本的に1項目をあの短い時間で検査していくというものになります。でそれに対しまして、LumineX、今回のパスツールの経緯になりますけども、まあ、こちらに関してはですね、あの使うあのビー,ズビーズを用いるんですけども、ビーズにあのいくつも標識することによってですね、まあ、今回用いるあの検査機器 ででもですね最大で50項目一度に調べることができるということになっております。まあ、今回は9項目使用するわけなんですけども、あのまあ、そういった機械になっておりまして、で大体ああのコントロールとかまあスタンダードを除きますと、96L のプレートで80サンプルぐらいを一度に測定することができますので、まあ、それにかける9テストということで、まあ、これが2時間ぐらいの。あの 検査手順で検査できるということで、まああの、トータルで見ると非常に多くの検査をあの短い時間でできる機械ということになります。でまあ、ただですねあの、こちらの自動機器に関しては、まあ、あのサンプルをセットすれば通常、まあ、自動で検査が進んでいくんですけども、まあ、ルミネックスに関しても基本的にはですねイライザーのようなあの手順が必要になってくるということで、まあ、そういったあの少し手間はかかるんですけども、まあ、非常にあのできる検査としては、まああの 一度に多くの検査をで、きるという特徴がありますで、まあ、今回ですね、あのうだ病院の職員の方に採血及びアンケートをしていくということであの、してるんですけども、まあ、刑事的に繰り返しあの調査を行っていくということで、まあ、どういったタイミングで調査を行っているかというのを少しお示しいたします。でまあ、こちらですねあの 下が京都市の流行状況を示した棒グラフになるんですけれども、まあ、あの第1波、第2波が始まって、で大体まああのこの研究の話が進んできたのが、この辺り2020年の初め頃から話が進んできまして、実際に調査が始まったのが2021年の3月ぐらいからになります。で 1>, 1回目の調査がまあ第4波の手前ぐらいに行われまして、第2回が第5波の手前で、第6波の手前でまあ3回目の採決を行ったという状況になっておりまして、まあ、それぞれ、ね、583名、546名、450名と、非常に多くの職員の方に採決におよびアンケートに参加していただいたということになります。 でまあ、今回ですね、ちょっとあのもう一度追加で第4回目の採決を今後予定はしてるんですけども、まだちょっとできておりません、できていないのがまあ実情ではありますで。そこでというわけではないんですけども、ちょっとあの少しあの今回の研究とは離れるんですけども、京都市で行っている調査があ,のありまして、まあ、ここの研究についてもちょっと。 あのいうような知見をお示しすることができるかなということで、後で少し触れさせていただきたいと思います。ですので、まあ、まず兄弟職員の方に関しては、まあ、こういったタイミングで検査しているということで、ご認識いただければと思います。 でまあ、のルミネックスで測定するとですね、まあ、非常にあの多くの検査結果が出てきまして、でまあ、ここにお,ししお示ししましたのが、SARS-COV2 に対する抗体の検査系だけなので、まあ、5種類の,あの抗体の検査が、それぞれ IgA と IgG という形で結果が出てきます。でまあ、こちらがですね、あの1回目採血の,あの時の分布をお示ししたもので、まあ、の基本的にはまあ均一というか、まああの 分布があのまばらになっているというのが分か,って分か,らあの分かると思うんですけども、まあ、あのこのですねあの、S タンパクの方ですねあの、ワクチンでも感染でも上がる方の,あの抗体に関しまして、まあ、あのこの最後の方で、まあ、ワクチン接種を先行的にあの進めた方がおられましても、そういった方々の中で,ですね、まあ、少しあった 上昇してててていいるるところが出てきているようなな分布になっておりますで2回目、3回目と見ましても、あのぐっとあの S, あの S タンパクスパイクタンパクの方はあの上の方に集まってくるという傾向が見られるんですけれども、まあ、IgG はです、ね、あの比較的あのしっかりと集まってくるんですけれども、IgG に関しましてはどうし、IgG と比べると少しまばらな感じになっておりまして。 まあ検査、あの後ですべてまとめてご提示いたしますけども、まあ、検査として、まあ、その抗体ができているかできてないかとかですね、そういったところをあの判別していくにはです、ね、どちらかというと IgG の方がいいんじゃないかなというような印象を持つような分布になっております。2回目と3回目はあまり差はなくてです、ね、あのまあ、少し IgG がまばらになったかなという程度の分布になっております。 で一方で、こちらの感染の,あの指標となりますあのエンベロープタンパクとネクロカプシドタンパクのに対する抗体の方なんですけどもあの感染あの対象者の中に感染実際にされた方というのは非常に少ないのでなかなかあの。 難し,あのしっかりとしたあの解析が難しいところもあったんですけども、まあ、上がっている部分もまばらに出てきているという感じなんですけども、まあ、比較的、この陰性の中でもですねあの比較的ああ高い値を示しそうな方がおられそうな分布という感じを受けました。でまあ、の3期ですね、3回の分をまとめてご提示しますと、まあ、赤色が。あの 1>, 1回目の採血、緑が2回目の採血、青が3回目の採血になりますけれども、まあ、あのそれぞれの,あの抗体ごとにあの分布をお示ししますが、まあ、こちらのスパイクタンパクですねに関しましては IgG の方で比較的明瞭にです、ね、あの上昇している分が見られるという感じになっております。まあ、IgA の方もですね、わ、まあ、とあの ワクチン接種前後でですね、上昇している様子があの分かるんですけども、やっぱりこの IgG と比較しますとあの、この辺りの陰性の群と陽性の群が少し分かりにくいような状況になっているかなという分布になっております。で、まあ、あのこちらの感染の有無ですね、の部分、たんぱく 感染の有無を示すエンベロープとか、ノクロカプシドタンパクに対する抗体に関しましては、やはりまあちょっとあのだいぶまばらな状況で、まあ、あのこの辺りであの感染者が固まってたり、まあ、どうもそういうわけでもなくてです、ね、まあ、あのこういったあの陰性の群とまあ陽性の群はちょっと少し分かりにくいような分布というふうになっておりました。で、まあ、これがです、ねまあ、個,人個人の経過でまあどのような感じになっているかというのをちょっと一番お示しししようと思って。 グラフを作成したんですけども、まあ、あのこのような感じで、まあ、エンベロープとヌクリアカプシドに関してはまあ一定の感じ、まあ、もちろんその感染がない方がまほとんどなので、まあ、それほど上昇がないということが分かりますし、まあ、一方でこのスパイクタンパクの方はワクチン接種者がですね、まあ 最終的に9割を超える方が兄弟分病院でワクチンを接種されてますので、あの1回目、2回目の間でですねあのほとんどの抗体で上昇が見られて、でまあ、それがですねあのよくあの数,数週間、数ヶ月のスパンでですねあの抗体が下がってくるというような感じで言われてますけども、あの少し3回目の採血で,ですね。これがあの2回目あの 2回ワクチン接種された後にあのに抗体検査をして、まあ、それからの経過になるので、まあ、まあ少し低下が見られるのかなという感じはあるんですけれども、それでも、ですね、おおむねあの陰性と判断されるまでの低下はなさそうな症例が多いという印象でした。 でですね、あのこういったまあ研究なりまああの進めていく上でですね、あのカットオフですね、あのこういったあの抗体の値がどこをカットオフにするかという設定がまあ非常に重要になってくるわけなんですけれども、まあ、それをですねあの長、長浜の方はワクチン接種の有無と感染の有無でカットオフ設定されてましたけれども、あの我々の方はですね。まあちょっとその既存の抗体検査の方でスパイクタンパクを評価したというところになります。であの エンベロープタンパクトとヌクレオパクシドタンパクに関してはまあ感染例、これはです、ね、ちょっと38サンプル分しかないんですけれども、感染例38サンプルと陰性の症例772サンプルで評価しております。で、まああの、このエリアアンダーカーブですね、まあ、あの感度、得意度をあのプロットしていって、まあ、その プロットしていたときの曲線の下の部分の面積が広ければ広いほど良い検査という評価になってくるんですけども、おおむね0.9を超えていると、まああの、いい検査という評価がなされます。でですね、まあ、こうやって見ていきますとあの、こういった感染の有無を見るタンパクの抗体に関しましてはですね、軒、まあ、なみこの AUC が低い状態を。 状態にありまして、なかなかまあちょっといい指標とすることが難しいのかなという印象がありました。で、唯一ですね、この N タンパクに対する IgG 抗体ですね、こちらはまあこの AUC が0.9を超えてはいたので、まあ、あのこの中ではですね、あの評価にあの有用な指標になるかなというところだったんですけども、まあ、その感度と得意度を見てみますと、 まあこの N タンパクの IgG の感染に対する感度が9割,あの9割に設定すると、まあ、得意度が0.74という感じになってしまって、まあ、その感染は拾えるんですけど、まあ、偽陽性が多くなってしまうというようなことが分かってきました。まあ、そこでですね、まあ、これは陽電,電インデックスでまあインデックスを用いて、 あのカットオフを決める方法を用いておおむね決めてるんですけども、まあ、我々臨床をやってますとあの陰性群の,あのプラス 2SD ですね、まあ、標準偏差の2倍加えたところをカットオフとしたりする手法もあるので、まあ、そのカットオフを設けた時にちょっとどうなるかっていうことをあの見てみましたところ、まあ、あの感度は下がるんですけども偽陽、まあ、性は減ると。 うようなな状況になりまして、まあ、ちょっとどちらがいいかっていうのは、まあ、今後またしっかりと評価していかないといけない部分であるんですけども、まああのえー、とおそらくですけどもそのきょ病院の感染の実情をまああの勘案しますと、まあ、こちらの,あの陰性のコントロールプラス 2SD の方が実情に合っているのかなということで、まあ、今回はちょっとこちらのカットオフで、まあ、ちょっと評価させていただいてというところになります。 でまあ、それに対しまして、このスパイクタンパクですね、ワクチンでも感染でも上昇してくるあの抗体に関しましては、このスパイクタンパクの一部の R、あのレセプターバインディングドメインですね、こちらの IgG と S の IgG があの感度特異度と、また AUC も非常に高い値が示,して示されてまして、まあ、このあたりが良い指標になるというふうに判断できました。で他にもあの S タンパクの IgA 抗体とかですね、 RBD の, RB の IGA 抗体もあのいい値にはなっているんですけども、まあ、あのこの2つを用いれば、まあ、そういったあたりもあのあの含まれるかなというところで、まあ、今回評価したのが RBD の IGG と S タンパクの IGG というところになりますで、まあ。抗体保有率の推移なんですけども、まあ、こちらの上の折れ線がですね、あのスパイクタンパクに対する抗体。あの 抗体化の推移で、下のあこちらの折れ線が N タンパクに対する IgG の抗体の推移というところになります。まあ、それで,です、ね、ワクチン接種が9割超えてますので、まあ、それを反映してあの、スパイクタンパクに対する抗体というのは優位に上昇を認めまして、まあ、2回目と3回目の間で、まあ、少しわずかに低下するんですけれども、それでも9割を超える方が、まあ、抗体を保有しているというところが分かります。 それに対しましてあの、感染の指標となります、ヌクレオカプシドタンパクの IgG 抗体なんですけれども、まあ、こちらは当初、最初出だしが5%程度で、まあ、それがあの徐々に上がっていって、まあ、最終的に26.6%というところになっています。ただ、これはちょっとその兄弟病院の,あの実情を考えますと、少しまあ高く出ている可能性があって、やっぱりあの少し高めのカットオフを設定しても、 ま、偽陽性っていうのが、あの、含まれている可能性もあるのかなというふうに、あの、思っております。でも、こちらは、ま、ちょっと、あの、またアンケート調査等を追加してですね、あの、進めていきたいところであるんですけども、あの、そういった経過で、まあ、あの、いずれの抗体もですね、まあ、上昇は見られたんですけども、s タンパクがしっかり上がって、n タンパクは、あの、少しずつ上がってきて、で、まあ、あの、感染状況を反映している可能性があるかなという状況でした。 でまあ、ここで京大病院職員の抗体検査をまとめさせていただきますと、まあ、抗体検査はです、ね、パスツールの経緯につきまして、まあ、感染の有無の判断ですね罹患率に関しまして、まあ、この N タンパクの IgG 抗体というのが比較的良好な指標と考えられましたで調査機関の感染者数がまあ非常に少なくてですね、まあ、症例の集積によってまあより良い結果が得られる可能性があるので、まあ、あのまた感染例のですね データを集めてまあ、パスツールの系で検査して、あの追加であの解析していくことができればという思っております。で、スパイクタンパクに対する抗体の方は、rbd の igg 抗体と s タンパクの ig g 抗体が良好な検査制度を有しているという考えられましたので、まあ、今後も調査するにあたっても、この辺りの調査というのを進めていこうという風うに考えております。 抗体保有率に関しましては、N タンパクの IgG 抗体が26%程度まで保有率上昇しているんですけれども、まあ、先ほどあ申しましたように、ちょっとその兄弟病院であの感染制御している上で見ると、少し高く出過ぎている可能性もあるかなというふうには思っております。ただまあその、まあ、あの周囲の感染状況も考えましても、感染というのが増えてきているのは間違いがないので、まあ、そういったところは反映しているかなというふうに考えております。 スパイクタンパクに対する Igg 抗体ですけれども、二、まあ、回目、三回目の調査時は九十パーセント以上の保有率ということで、まああのえっと、抗体が、えっと、ワクチン接種に伴って、まあ、しっかりと上がってきている様子がわかりました。以上です、ありがとうございました。山本先生、ありがとうございました。えっと、それでは、質疑を投入しみたいと思います。えっと、まず、一つ目の質問でございます。 山本先生はゲノム解析のエキスパートでいらっしゃいますが、今回の広報と分析で特に難しかったことはございますでしょうか、いかがでしょうか。あすみませんあの、ゲノムといいます、まあ抗体のはあを中心にあの解析をさせていただいているんですけども、まあ、あの一つはですね、まあ、あのこのえっと、 途中でも述べました N たンパクの,あの評価というところがやっぱり一番、まあ、気を使う部分でもあり難しかった部分になります。あの結果を返すときにあの感染があったかどうかというのは、まあ、非常にあの気にされる方が多くいらっしゃいますので、まあ、その偽陽性が多い状態あの偽陽性が多いカットオフを提示してしまうと、まあ、その 陽性の結果を受けて、あのショックを受けられたりとかですね。そういったあの可能性が出てくるので、その n タンパクまあ、感染の有無を評価する部分の検査っていうものの、評価というのは非常に気を使った部分ですで。まあの検査自体に関しましてはですね。あのパスツールの経営を用持させていただいたんですけども。 もともとパスルの方が開発されていろいろカットオフもご提示いただいてたんですけどもあの理由はちょっとはっきりしないですがそのフランスでのデータとちょっとこちらで日本で集めたデータでカットオフが乖離してたりとかですねそういったところもあってまあその技術的な側面からいうとそういったカットオフの設定というのはやっぱりちょっと難しいところがありました。 はい、あ、ありがとうございました。じゃ、次の質問に移させていただきます。えっと、あの、過去の感染度部の評価に有用な N. パ N. タンパクの抗体検査には。あの、パスツール研究で開発されたルミネックスが、まあ、より有用ではないかというようなことも、あの。ご研究の結果として出てきたと思うんですけれども、ルミネックスを用いた低評価を進めていくにあって、あの。課題のようなものがございますでしょうか、いかがでしょうか。あ、ありがとうございます。 えっとですね、ルミネックスの方はあの非常にあの感度が高いところがあるのかなというふうに思っておりましてであの抗体価が下がってきた方とかあと、その上がり始めの,あの普通常の 自動検査機器とかではですね陰,性陰性と判断されるような症例に関してもですねあの明確に捉えられる可能性があってまあそれがあのサーベイランスを行う時点で利点でもあるんですけども先ほど申しましたようにその実際に結果を返すときにそらく偽陽性の方も含まれてしまうというところであの実臨床上といいますかその実際に感染の有無を あの個人に返す判断をする上ではちょっと難しい可能性があるかなというふうには思っております。一方で、サーベインランスですね、調査目的ではです、ね、しっかりとその感染の群を捉えられた方がいいので、そういった分であのおそらく感度が高いのがメリットになるんじゃないかなというふうに思います。 はい、ありがとうございました。最後にコメントを紹介させていただきます。サンプル数が少なすぎて統計的に優位と判断される結果とは思えませんが、でまあ、これで評価をすることには大きな間違いが生じる可能性がありますので、少なくとも統計的に優位と判断されるサンプル数を集めて、引き続き分析されることを期待しますというようなコメントも頂戴しております。最後に紹介させていただきます。ありがとうございます。はい、じゃあありがとうございました。